ははい皆さんこんばんこば、えー、水曜日の、えー、ほぼ水球のお時間が始まりましたはい、えー、ではえー、ではねえー、先週あれ先週はそうですねあの広告写真家の えー、佐藤さん、えー、40回目のバースデーということでね、えー、大変記念すべき日にご出演いただきましてありがとうございました、えー、そんな記念すべき日に、えー、ギターを忘れましたというか持ってこなかったんですけど、うん、はい、えー、ではいつものように Dear’s 奈良チャンネルのテーマソングを 聴いてください奈良の心。 心がつながる町がある」「心のふるさとなら」 奈良の街で。出会った人と。心がときめく場所がある。ディアズなら。 ディアズナラディアズナラ えー、というわけでですね、はい今日は、えー、今日はと言いますか、はい本当、えー、なんか急激に2、3日前ぐらいから寒くなりましたよね、あの皆さん、体調など崩されてませんですか、本、う、当、ん、にあのね、 あのまあ、寒くなったとっいってももう11月もう、ね、半ばですからこれが普通なんでしょうけど、ねええー、やっぱりちょっとこう気温の、ね、すごくこう変化というのがあの体調を崩しやすいと思いますので、えー、くれぐれも、ねあのえー、風などひかれませんように。 とということで、えー、ではいつものようにまず「水球くん」の歌を聴いてください「水水水水球くん」 救急水救空はい、えー、本日のスペシャルゲストは <laughs> と言いますかはい、えー、本日はえー、ゲストの方いません <laughs> ということでですね えー、相変わらずはいまあ緩い感じでい、えー、こうかなといこうかなというかまあえー、ねええー、今日でこの番組はあ三30回目30回目あ <laughs> いやー すごいですねす、まあ、すごいですねって自分で言うのも何なんですけどああもうすごくキリのいい今日は30回目ということではい、えー、出ても何もないんですけど <laughs>、えー、今日はですね、えーまあ、いつもなんかもうダラダラギター弾いて。 <laughs> なんかやってるんだけなんですけどえ皆様にご報告がございます <laughs> はいえまあ今年のはい前半に 起こりました <laughs> 出来事と言いますか、えー、沖縄国際映画祭というですね、えー、吉本興業さんがあの、まあ、メインで主催であの、えー、毎年行われてる映画祭、えーまあ、よくご存知の方もいらっしゃると思うんですけどもその中でその中のですね、えー、地元 CM コンペティションと言いまして、うんえー、地元愛を 地元をそうですね地元愛というテーマでえー地元をえ PR するですねえ30秒のコマーシャルをえ各都道府県とえ沖縄の全市町村ですねえがえあの まあそれぞれあの代表でですね、えー、ど,どのね、えーえー、あの地元の PR、うん、が良かったかっていうのを、えー、審査されて、えーまあ、グランプリが選ばれるんですけどもであのーえーまあ、ちょうど今年の 沖縄国際映画祭、うんえー、3月三月だと思うんですけども、えー、その、えー、今年の映画祭の時の地元 CM コンペティションっていう、えー、のその奈良代表にですね、えー、私が、えーまあ、選ばれまして、えー、その まあ、奈良をこう PR する、えー、30秒のコマーシャルを作ったんですけどもねで、えーもえー、来年も沖縄国際映画祭が開かれるということでさらにその地元の、えー、地元愛をテーマにした、えー、地元 CM という、えー、あるんですけども。 あのなんと今年もあ今年もとかえっ、ー、とこの来,来年度のですね、えー、映画祭の地元 CM にも2年連続で、えー、出場が決まりました <laughs>、えー、本当にあのーまあ、前回同様今回もそうなんですけどもあの、えー、このね、あのー、CM 作りにですね、えー もう大勢のたくさんの方がご,、えー、ご支援、ご協力いただきまして本当にありがとうございます、また、えーね、えー、ですから今年はねはね、そのグランプリ取れなかったので、なんとかこの次のですね、ええー、ところではリベンジということで、ええー、あの 頑張らないといけないなと思ってるんですけどもえまたこのスケジュールがですねもうこのえ年末にかけてえ撮影も編集もまあほぼこう終わらすような形になりますのでまたあのえどういった形で今回は映像が出来上がるのかっていうのはまだまだあの撮影に入ってないんですけどもえすごく楽しみ。 えー、です自分自身でもすごく楽しみなんですけども、えー、今年のねテーマが「あのー、食文化」というのがテーマで、えー、食文化とその地元のねつな、えー、がりとか、えー、というところで、えー、まあその食を通じてのね、えー その土地の PR ということではいねなかなかこう食党、うん、っていうのがですね、まあ、まず奈良,奈良県の食っていうところでねえー、テーマを何にしようかと、えーまあ、考えてたんですけれどもはいまあ単純に私はあの パッともうね、まあ、あ多分もうほとんど、まあ、そうですね、えー、うん、あの、そうそう。あ、今日はですね、ぜ、え、ひ、ー、とも、もう私のフェイスブックの方でも構いませんし、えー、あのこちらのね、ディアズナルチャンネルのユーストリームの方の、えぇ、ー、メッセージの方でも、 ぜひともこの奈良の食奈良の食べ物といえばとか、えー、何か、えー、もう思いつくところもうどしどしですね、えー、メッセージなどいただきたい,いただけたらなと思うんですけれどもはい、えー、で私はですね今回その まずはその、えーまあ、地元 CM コンペティションという、まあ、地元愛をテーマにしたねものなんですけども、えー、何を言おうとしたんだかなあのえー、まああそうそうまずはあの この流れとしましてはまずあのアイデア企画っていうのを,をあの募集まずしてるんですねそのアイデア企画というのを、えー、応募してでそこでまあ選考がありましてでそこからあの、まあ、代表に選ばれましてで、えー、その企画をもとに、えー 撮影の方に入ってでさらに編集という形でね、えー、あの先にこう作品がもう出来上がってるものを、えー、応募するという形ではなくねあのまずアイデアからっていうことで、えーね、前回はね、えー、前回とかまあ今年は。あの 前回とか今年とかにすごくややこしくなりますけど、えー、あの鹿目線でね、えーあのまあ、いわゆるこの、えー、と奈良駅、えー、から、ね、奈良公園とかにかけてはその、えーまあ、たくさんの、ねえー、鹿さんがあのいておりますが、たまにですよ、たま,、まあ、たまにというか。 えー、びっくりする <laughs> とこにあの本当まあ普通にあの民家とかもそうなんですけど街中にあに出てくる時があるんですよね、まあ、それどういうねあの鹿の、えー、心理なのかちょっとわからないですけどちょっとまあ,あのね まあ奈良駅とかのこの付近でまあ鹿というのはわかるんですけどさすがにちょっとドキッとする時があるんですね。でそういうそのまあえ奈良の人というかまあこの奈良のこの地でえ鹿とね人とのこの距離感っていうのがものすごいあのまあ不思議だなとまあね野生ですからあのね本当まあこのね、えー ただすごくこの距離が近いなっていうところでえまあ鹿目線で鹿さんがこう町に降りてきてでそこでこう触れ合う人と触れ合うっていうようなえ鹿の目線でこう町行くこう人と出会ってこういろんな場面がっていうのを撮ったんですけどもはいまあ,あの 何せそのコマーシャル作りっていうもの自体初めての体験でしたし、えーまあ、すごくあのいろんな勉強になりましてねはいまだその、えーまあ、今年作品を作らさせていただいて、えー、そこで得たもの、えー、も,もっとこうすればよかったとか、まあ、すごいその,あの反省点も踏まえて やっぱ今回はあの本当にまたこう、えー、チャンスを頂けたことっていうのがすごくあ,のありがたいことですし、えー、もちろんあのこの前回以上のですね、えー、ものがやっぱり求められると思うんですけども、えーまあ、今年はその、えー、テーマがねもう食文化っていうのがもう決まってますので、えー あの私はですねま,まあ、えー、単純に、あのーね、もう奈良の食べ物名産とかいえば、まあ、奈良漬けとかね柿の外しとかまあそうそう出てくるんですけども、えー、私はあのーえーまあ、この番組に,に、えー、もう何第何回目だったかな。 もう,あのもう夏だったと思う夏の時期だと思うんですけども、えー、桜井に、えー、ございます、えー、大門醤油醸造さんですね、えーえー、大門真紀さんにゲストに来ていただいたんですけどもまあその時に大門さんから、えー、お醤油のね、えー、元となった ひしおという、まあ、食べ物といいますか、えー、ものがありましてね、えー、お醤油と味噌の、えー、元ととなってるえー、でまあちょっとあの、まあ、資料といいますかそのね、まあ、ちょっとこのパン,パンフレット的なまあ実際にこの ここにも書いてますあ。ありがとうございますカメ,カメラマンさん <laughs>、えー。古代ひしお天平寺も食べていたというね、えー、このひしおというものを、えー、私は取り上げました。はいえー、ね、あのーで、実際 えね、ひ,ひしお、まあ、おしょうゆのしょうゆのしょうという、えー、このひしおとはっていう、えー、このひしおをね軸に、あのー、まあ展開していこうかなと思っておりますので、えー、もう あのまあ、出来上がりをね、えー、楽しみにしていただきたいなと思うんですけども、はいえーはい、また詳しいことはあの、えー、おいおい <laughs>、えー、説明させていただこうかなと思いますし、えー、ちょっとまだねあの 撮影のスケジュールとかがちょっとまだうんもう決めないといけないんですけどももうええー、まあちょっとまだ、えー、今あのスケジュールを寝てるとこなんですけどもはいええー、ねこ古代というかまあね古代色とかあのええー、まあ今はもうあの このひしおっていうもの自体はねああのまあいわゆるこうお味噌と醤油にね分かれてあ,あすいませんいってこのひしおっていうものはまあなくなったねなくなっていってえいわゆるまあこう復元しようということでですねあの奈良県醤油工業協同組合さん ひしおの貝という、ねえー、のがあるんですけどもそちらで、ねえーまあ復,えー、復元しようということで、まあ、実際にこの、えー、ちょっと見にくいですけどこの瓶詰めになって、えー、販売もされてるんですが、まあ、もしよかったらこのおそらく、まあ、古代ひしおとかひしおの貝というので検索いただいたら出てくると思うんですけども。 ね、えー、ご,ご存知の方、はい、いらっしゃると思うんですけれどもこれがどういうふうにですね、えー、奈良をこうアピールする、うん、ものと変わるのかっていうのを、はい、今ちょっと種明かしをしてしまうとあれなんで、はい、まああのどうぞ。 えまた見ていただく機会、えー、あると思うんですけどもえどうかよろしくお願いしますはいええー、まあ何のこっちゃっていう <laughs> 感じもあのうんええー、あるかもわかんないんですけどもあのー、前回ねその えー、奈良代表として、えー、選ばれましたっていう連絡が来たのが、えー、去年のうん本当年末だったんですよで、えー、えま,さまさかってねあの自分が選ばれるなんてなんてほんとにあの思ってなかったのでねほんとびっくりしたんですけども。 えー、そう昨年はですね、あのーうん、そうそう、あの応募の締め切りの日が、ね、締め切り日がありまして、でまあ、インターネットでもこうあの、うん、応募できますので、えー、その日付が変わる、えー、変わっちゃうとあの締め切りの日、まあ、いわゆる0時を。 超えますともう日付が変わるのでもう応募できないと思うんですけども、えー、もうほんと多分何かいろいろ考えてねなら、えー、をアピール自分ならこういうふうにアピールしたいなっていうものいろいろ考えた中でこうすごくいろん,んなアイデアをねあの えー、まあ私一人だけじゃなくて、えーあのなんね、いろんな方に話を聞いたりとかもして、えー、まあ,あの応募に至ったんですけども、まあ、やっぱりあの、えー、吉本興業さん吉本さんなんでねなんかやっぱりこう笑いもうね笑いの要素とかをこう ネト何か,、まあ、いろいろか面白いネタ面白いネタっていうのもこう考えたんですけどやっぱり自分がそういう面白いものっていうのはなかなかね、えー、不得意な部分もありますのでまあやっぱりこう自分が感じてる奈良のことっていうのを、まあ、ほんとそのまま正直にね、えー、書かせていただいたんですよ。うん あのまあ私まあ、えーまあ、い,いろんな場面場面ではこう奈良のことをね話はしてるんですけども、えー、あの正直、まあ、奈良のことを思うとか、うん、なんかっていうこと自体、うん、ほとんどなかった。 記憶でねもう、うん、ましてやこのやっぱり、えー、まあすごいこの,あのこの奈良公園の界隈はねやっぱりこう、うん、圧倒的なねこの建築物がねものすごいあのやっぱり残ってるじゃないですか古くから。 うん、まあでも、えー、鹿と、ね、大仏とかって、すごいそ、まあ、らく奈良,の奈良県で育ってる人からすると、まあ、まああ短すぎてあまりこうん、なんか今更っていう、ちょっとこう、あのそんなこと分かってるしみたいなあるんじゃないかな、まあ私はそう思ってたんですけど。あの 実際この,、えーそこ,まあ、この奈良公園からね、く近くにあの移,り移り住むことになって、うんまああいやうん、この,この、えー、近鉄奈良周辺とかってやっぱりなんやかんやあの住んでる方はやっぱ少ないというか、まあ。あのうん ね、住宅地ではないのでそんなにあのなんですけどまああ,のあるきっかけで住むようになってでまあやっぱりあの奈良公園とかすごい近いんですけどそれでも住みだして1年ぐらいはほとんど出歩かなかったとかそっちに足向かなかったですね。 うーんただまあいろんなこうきっかけとかまあいろんな人との,あの出会いでえすごくこう気づかせてくれることも多いですしまあ何といってもちょうどやっぱりえ今のこの時期なんですけどまあ紅葉のねえ秋といえばもう本当にこの紅葉がすごく綺麗ですけどその綺麗だって思うことすら まあ奈良公園とかだけじゃないですけどもあのその景色に魅了されたっていう,うことはやっぱり大きいんですねですからまあそのそういったその意識の変化っていうのが自分にとってすごくあの大きかったのでえまあそういったなぜそういう気持ちになったのかということを 正直に書かせていただいてねその CM のまずアイデア企画としてはねでやっぱりそのシカッとの距離感っていうものをあのやっぱ表したいなと思いましたので、まあ、あのそれを30秒にこう収めるっていうところでねう えーまあ、今年も、はい、こ今回もね、えー、あのどういうふうな形で最終的にはちょっとわからないですけどもあの、まあ、前回の教訓を、えーねえー、っていうものをやっぱりしっかりこうあの今回 やっぱりちょっとこう生かしていかないとなというところなんですけどはい、えー、こんなぐだぐだお話し,しててこう、はい、30分が経過 <laughs> いたしましたがえーね、ええー 食文化とということで、ね、奈良のなんか奈良名産の食べ物とかねもしあればもう何でも結構ですのであのあなんかその食べ物とね、えー、思い出とかでも構いませんの、ね、でんかいただけたらなと思うんですけども。 それでね、まああのーえー、前回そのそうそうはじ、まあ、初めてやったので去年応募してその今年の1月とかにまあ撮影をしてっていうでまずその、えー、選ばれましたって言って決まった時に、えー、まずあの曲の方が先にできたんですよね。でその あのえー、曲に合わせて、えー、展開していくっていうそういうイメージできたんですけど、まあ、最終的にはあのちょっと変わったんですけど、うん、その曲をちょっとあの曲とか漢字として雰囲気なんですけどちょっと軽快なんですよ。あの

撮ってみてみ、えー、合わせてみてとかってなるとものすごい違和感を感じてねちょっとこれはあの没になっちゃったんですけどねで今年はもう今今の段階で、えー、イメージはあのー、バックミュージックは何にしようかとね、えー、やっぱりこの「ディアズ・ならのテーマ ここれでいこうかなと思ってましてあ実はこの歌も「ディアーズ・ならのテーマソングではあるんですけどあのその、C えー、CM 作りの時にできた曲出てきたメロディーなんですよ。 だからこ,のこのメロディーでも一応合わせようっていうのもあったんですけど、うん、今年はとか今現段階ではイメージとしてはあのこの「奈良の心」っていう、えー、ので。 行こうと思ってますので,でいいですよねこれ <laughs> 自分で作った曲やから <laughs> はいあのえー、な何を言うとしてんだかなあそうそうそう、えー「奈良の心」歌詞なんですけどあの このディアズなら、えー、チャンネルのホームページにね、えー、あのサウンドクラウドっていう,う、えー、何でしたっけ、まあ、あのその音楽を聴けるのがあるんですよであの再生ボタンを押していただくとこの「ディアーズならっていうこの歌一応録音したので けけるんですけどちょっと歌詞がですね最近ちょっと変えました <laughs>「奈良の心」元のやつは「あの日本の心」って言ってるんですよえまあ日本の心ってものすごいまあえ ちょっとまあかなりっきくなテーマが大きくなってしまうんで、えー、みんなの心っていうのに変えましたで、えー、で心がつながる町があるっていうとこは変わらないですねで、えー、元のやつは「日本のふるさとなら」って言ってるんですけど、えー ここもえ「ここも心のふるさと奈良」まあ皆さんにとってね心の、まあ、その奈良に住んでなくても「えー、心のふるさと奈良」であってほしいなっていう、えー、願い思いも込めて、えー、ちょっと歌詞を変えてるんですけどはい。 でねこの曲、えー、あの非常に短いので <laughs> まあこう言うたら1番2番でこうサビみたいなもう1番も2番ももうそごい短いのでまあもっとこうほんまにあの、えー、何でしたっけあのもう1十番二十番じゃないけどあのいろいろねこの。 えー、歌詞ができていけばまたこう増やしていきたいなと思うんですけど、うん、やっぱり奈、あ、良、のー、タイムというか奈良の時間というのはやっぱりちょっとこうお穏やかな、ね、ゆ,ゆったりというかがあると思うので。 うん、まああの映像にすごく合うんじゃないかなと今あの思ってますはいえ,ー、え今日でまあ、えー、30回目ということで でまあ、本当に今,今までねあの話が飛んじゃうんですけどあのすごく数々ね、うん、いろんな方ゲストに来ていただいてますが一、まあ、人での回が最近ちょっと増えてきたんですけどあの前回一人やった時なんですよ。 何ですよとかその話なんですけど、えーまあ、このまあスタジオ、まあそあのこう後ろ側はねあのちょっと見えないと思うんですけど、えー、完全に1人やったんですよ、私 <laughs> いつもはねあの一応カメラ、うん、その,あのアシスタントの方がね いててくれてるんで、まあ何かあったらこうとかまあちょっとこう、えー、いてくれてるんですけど完全に一人やったんですよ。<laughs> <laughs> でこう一人であなんか、まあ、ちょっと寂しくなりながら <laughs> まあね、そんなん言ったってこう、ね、見ていただいてる方にはあのこの。 背景は分からないんですけど <laughs>、はい。えー、っとでねあのまあ今あの絵コンテとか作成しまして、えー、ちょっと固まりつつあるんですけど。 うん、まあ,あの改めてこうまたこういう機会を頂い,いて、まあ、あの奈良の、えー、名産とかね、えーうん、奈良のお土産とか <laughs> って、まあ、どんなものがあるんやろうとかっていうので、えーまあ、私の。うん お知り合いの方が書かれた、えー、奈良の本があるんですよ。はいえー、もう随分、えー、前に <laughs>、えー、この本の存在を知りましてとか、まああのえー、その書かれた方にちょっと、まうん、あのお借りしてるんですけども。 えー、ようやく今日その本をご紹介できる日が来ましたので、えー、ちょっとご紹介させていただきたいなと思いまして、えー、タイトルが「奈良お土産手帳、はいえー」佐藤紅さんっていう方なんですけどもその方が、えー、取材されて編集にね、えー されてこの書かれた本があります大変このなんていうんですかね表紙もこの可愛らしいというかねあのほっこりするほんとっていうのがありますはい、えー またよかったらぜひねこの奈良お土産手帳、えー、うん本屋さんで見かけたらぜひちょっと手に取っていただきたいなと思うんですけどもいやあのね、えーまあ、定番から珍しいお土産まで奈良のお土産293点はいあの載っておりますので まあ、ちょっとあの私もこれをもとにね今回、まあ、とにかく奈良 <laughs> 奈良尽くしでいこうと <laughs>、えー、なんかほんと珍しい、えー、お土産奈良で見つけたよっていう方いらっしゃったら私までメッセージを <laughs>、うん。 ぜひちょっと教えていただきたいっていうのもあるんですけどね、うん、まあその中でも今回そのね食文化っていうことでねあのまあその奈良ってねなんかあんまりこう食っていうものはやっぱりどうしてもこうあの名産的なものってなんかちょっとこう まあ大阪とかに比べるとねどうしてもちょっとこうあまり、えー、さっきの奈良漬けとかじゃないですけどもあの本当にあ,のあまり聞かないようなこともあると思うんですけどまああの本当これはたくさんあの食、えーまあ、に関してもね 載ってますので是非ともねこうあのこれお,みお土産手帳ですけどあのー、まあ実際あのほ奈良のことをねうん知る上でもえー、こ,んこんなものがあるんだとかねいうのも新しい発見もありますし。 えー、そうあのー、まあえっ、ー、と先ほどのねお醤油の、えー、元となってるそのひしおっていうものもね今回私まあ、えー、それを軸にっていうお話し,しましたけど、えー、ここにはあの「祖、えー」ソというねアスカの「祖」という。 こういうのもありますよねあのこれも、えー、チーズみたいなんでしたよねこれ確か乳製品のルーツですようんね万葉の時代に、まあ、シルクロードを渡ってっていうことでねうん でも実際その本当にねあのなんて言うんですかその万葉時代とかその本当奈良,奈良時代とかね千千年以上前にその食べられてたものを当然もうそのどんどんこう時代がねああの、えーまあ、進化していくとと,ともに。 えー、まあと途絶えてしまってっていうかその、うん、古代の人からこれ食べてたって言ってもその要は残って資料が残ってないとあの見た目だけとかでは多分すね再現しても本当にこんな味だったのかなっていうのはあると思うんですけどやっぱりねそのそれをこう再現しようというほんといろんな。 うん、か多くの方がねこう携わってこういうまあ食べる食に関してもこうあの復元しようという試みですごい大事だと思いますあの、うんはい、そうですねこのまあ層というね食べ物もなかなかいいですよね。 あとねえー、日本酒清酒、うん、の発祥もこれ奈良ですからねえー、はいうんそうですねまああの 今回は私の、えー、題材としては「脂を、はい、取り上げさせていただこうと思うんですけどね、うんはいえー、ちょっと何かメッセージなど、えー、ないか私の携帯の方でも <laughs> な,いないですね、はい えー、なんやかんやもう <laughs> 50分ぐらいになりますが <laughs>、はい。ということでね、えー、またあのまあ本当にあのー、ちょっとす、ま、ね今年 のねえー、CM の撮影が今年の1月2月にかけてだったんでものすごい寒い時期だったんですけどまあ、えー、これからまた年末にかけてということでまた寒くなっていくんですけど、まあ、またその、うん、撮影場所とかもいろいろまあちょっと考えてはいるんですけど。 말 아, 네. 음. 에 ね、またあのー、本当に、えー、やっぱりあの、まあ、個人的にはですねあの映像を、まあ、やっぱりあのビヨンワールド、まあ、この番組もビヨンワールドね、えーまあ、私が掲げているその、まあ、美しい世界っていうもの、ねまあ、人によって美しいって うん、感じることまあいろいろあると思うんですけどやっぱり奈良のなんかこう空気感というかものね、えー、映像でこう伝えられたらなと思うんですけどね。うんうんえーまあ、インパクトにはちょっと欠け るでしょうねあのこのねえー、今年のうんそうそうとまああのちょっと今回はうんちょっと違った感じになるけどえー で特にやっぱりこれからそのまたこうあの、うん、すごいこう自然のね景色っていうのがまあ、うん、紅葉でこう色づく、うん、すごいまたこうあのいい感じになるっていくと思うんですけどまあ、うん、ねやっぱりこうあの 景色とか風景だけじゃなくてやっぱりこうねあのう人,との人とのねこのなんかこうふりあいがあってというところがやっぱり、うん、あのやっぱ大,大事だなと思ってますのであのその部分がこう表現でき,できればなと思ってます。はい えハ、ー、はい、<laughs> 今日はそのねアシスタントを務めていただいてますえっ、ー、とお,お名前はあ古市さん、うん、よろしくお願いしますで今日今日だけですかあー今日あハ<の> <laughs> あじゃあ今日はこのあ日もこのも、この,後の番組もあ <laughs> っていうねあのそうそうはい <laughs> まあいてくれてるのに全然ねあの <laughs> 私一人で何か喋ってますがえ、なな,なら のの方ですか何の方でですすかかっていや、新潟、うん、あっでに、えー、ご出身が新潟で大学で,あ大学でこちら奈良にいら,いらっしゃってるというね奈良はどうですか <laughs> いいとこですかあ前からあからあそれどういうとこが好き いいなっていうのを思ってたんですか、前からっていうのは。雰囲気が。はあ<ー>。<laughs> でも、なんか、なんとなく。その。ね。合ってるような感じが。<laughs> 雰,雰囲気も、あの。うん、で、実際思。おも、おって、思ってた、その。ね。 雰囲気っていうのは着てみてまたこうそう、どうですかなんか変わらないですかその来る以前に抱いてたあさらにいいとこがあーうーん <laughs> で一応大学まあ今まだ現役ってことですよね大学のね。一<日> <laughs> じゃあまあまね、この卒業まではあれですしまたね、卒業してからね、どうなるかはまたあれですけど <laughs> あ、ねうんまあ、あのこの番組はね、奈良から、うん、奈良の今を伝えるということでね。まあいろんな奈良あると思うんですが <laughs> まあそうそう。 ね、あのまあいつも言ってますが、まあ、この番組のねすごいテーマっていうか、まあ、あの奈良にもね奈良にもっていうか <laughs> 奈良にもっていう時点でもあれですけど奈良にはあの、うん、そういうまあ歴史的なね建、えー、造物とかもああのもちろんあのすごい素晴らしいとこ多いんですけどあの人もね 面白いいと思いますし <laughs> そういうあの、えーね、人にこうあの焦点を当ててこう紹介していくっていう、ね、この放送局自体の、ね、テーマがそうですので、まあ、私もあのまだまだ、ねえー、いろんな方紹介したい方はもうたくさんいるんですけどねなかなかこう。もう ちょっとここにね、場所をここに車もありますし、曜日がね、都合が合わないっていうのもあるかもわからないんで、ああまだこんだけ30回なりましたけどね、外に出て取材とかもまあほとんどないので、あとあの並びっていうコーナーも。 続けていかないといけないんですけど <laughs> まだ1回しかやってないので <laughs>、はいうん、まあとにかくあのえー、何喋ってんねんっていうね1時間ほんまに同じこの <laughs> 調子で終わっちゃったと思うんですけど <laughs> はい、うんあの そううですね。うん。まああのな、ー、らだけに限らずやっぱりねあのー、どんどんこうあのローカルな部分にこうやっぱり、うん、ローカルの中でもまあさらにローカルなねあのところにまこうスポットが。 うん、あ当たるようなやっぱり、うん、これ時代っていうとねあれですけどやっぱりこうあの発信できますのでね、うん、今回の、うん、また2年連続であの、えー、出場させていただくことになりましたのであのさらにやっぱりこう今までにない、えーうん、あの 作品作りをもちろんしたいのあるんですけどやっぱりその中からこう、うん、あの奈良の空気感っていうのをの出せるようにやっぱりそこは一番私重視はし,したいところではあるんですけどね。はいえー、前回ねあの、うん、前回とうか今年の1月の撮影で、えー、本当たくさんの方が来ていただいて。えー まあ、い,いろんなシーンを撮らせていただいたんですけどあの、まあ、あ最終的にちょっとその、うん、空気感にちょっと合わないとか、まあ、いろいろこう悩,ん悩んであの、まあ、カットしてしまった方が本当にたくさんいらっしゃるのでもう今回は、ねあのまあ、そういったことがないように。 これがまああのうんあの、うん、ないようなまあ,あの最初からその、うん、一応考えてはいますので、はいうん、まああの、えー、また今回も、えー、もしご協力いただける方いらっしゃいましたらね是非、えー、ともよろしくお願いします。 ということでえー、ではもう間もなく <laughs> エンディングのお時間となりましたがえー 週水曜日8時半です、えー、お会いしましょう。えー、今日はこんなあの1時間あのご視聴いただいた皆様どうもありがとうございました。はい、ではまた来週水曜日、えー、お会いしましょう。